これこそが大東亜共栄圏の軍事力よ。向こうも日本の艦艇だけどな。いや私は大東亜共栄圏が完成した世界線から引っ越してきた人だから。アート引っ越しセンターでもその引っ越しは不可能なんだよ。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回使う艦艇は随格か。海上自衛隊の強襲空母随格ですね。自衛隊なのに強襲空母という矛盾。個人的にはなかなかロマンあっていいんじゃないかと思っています。そして今回は随格の大東亜共栄圏編成としてやっていきます。また新しいコンセプト思いついたんだな。このコンセプトでもうしばらく動画のネタに困らなさそうだね。ロマン編成でロマンのない話すんな。今回のコンセプトを簡単に説明すれば、もし日本が大東亜共栄圏を完成させていればという編成です。東アジアの兵器で構成された編成なわけだな。そして今回も詳しい編成内容は動画の後半で、現在は序盤の索敵が終わって航空機を全機発艦させているところだね。今から航空機で対艦攻撃を始めるわけだな。まずはセオリー通りに爆撃機操作。最初に攻撃するのはどの敵艦にしようか。今から攻撃できる位置には強襲空母のシュトルムと潜水艦タイプ96がいるな。96は熊本にある市外局番なので、こちらの地域にお住まいの方に配慮して攻撃するのは控えておきます。どういう配慮？まずは爆撃機にてシュトルムへ向けてミサイル全弾発射。その後操作を攻撃機に切り替えてロックオンしてる敵艦そのまま攻撃。攻撃機はポートロイヤルを攻撃しているんだな。何今のダジャレ？今の発言でさえダジャレ判定ならもう少し感度下げろ。味方も一緒に攻撃しているので一気に体力が削れてポートロイヤル撃沈。ナイスキル。今のは敵左翼側の艦艇だったため右翼側の味方がさらに前進できるね。右翼側には味方が2隻いるからこのまま回り込めそうだな。特に我が軍の騎馬隊の足はかなり速いからね。このゲームにいませんよ騎馬隊なんて。次に攻撃するのは海上自衛隊の足柄。こちらの艦艇は防空スロットが2個しかないため対空が弱点です。となると今の攻撃で着を使われてない限りはミサイル全弾命中してるだろうな。どうやら命中したみたいですね。さらにドローンで接近して核ミサイルをもう一発お見舞いします。さらに攻撃機が近くにいるため追撃をかけるよ。さっきの足柄はどこにいるのかな。見つからないしこのシュトルムでいいや。攻撃目標の選定ってそんな緩く決めるものじゃねえだろ。例えば定食屋に行ってお気に入りのメニューが品切れになってたら適当の別のもの頼むでしょ。それと同じですよ。定食を選ぶ感覚で攻撃目標を決める女。しかしシュトルムは防空がかなり強いので攻撃機にどんどんダメージが蓄積されています。新しく入った会社にパワハラ上司がいるときくらいみるみるすり減っていく感じだね。それは急いで退職しろ。攻撃機での攻撃が終わったのでまだ生き残っている爆撃機を操作します。先ほど機関ボタンを押して無事に帰ってこれたんだな。この爆撃機はフレアの数が極端に少なくて帰ってこれる可能性が低いからね。わかりやすく言えば私の地域の小学校と同じくらいです。アマゾンの奥地にでも住んでるの？しかし母艦のタイミング的にまだ爆撃機の補給ができなかったため一旦ドローン操作へ行こう。どうしても爆撃機は補給しにくいからな。そしてこのタイミングで先ほどの足柄を発見しました。しかし角度的にミサイルが撃てなかったな。もう一度旋回してミサイル攻撃するのは AI 操作に任せて、私はもう一度爆撃機を操作して補給を試みます。今回はちゃんと補給できたな。これで爆撃機の体力は回復したしミサイルも綿菓子も補給できました。余計なもの積んでるぞ。さらに足柄と車線が通ってるので攻撃開始。相手の防空が弱点なことを利用して接近してからミサイルを発射します。この撃ち方ならほぼ確定で命中するな。無事全弾命中して足柄撃沈。これこそが大東亜共栄圏の軍事力よ。向こうも日本の艦艇だけどな。いや私は大東亜共栄圏が完成した世界線から引っ越してきた人だから。アート引っ越しセンターでもその引っ越しは不可能なんだよ。足柄を撃沈したことにより残りの敵艦は2隻ですね。両方とも潜水艦か。ちょっと戦いにくいけど浮上している間に攻撃するしかないよね。今発射したミサイルは着弾したけどあまりダメージが通っていないのでもう一度攻撃します。目標は潜り始めたぞ。ギリギリだけど核ミサイルは弾速が速くて間に合うと考えて発射。無事命中したな。しかしこれも決定打とはなりませんでした。さらに相手は機動力のある潜水艦ですのでいずれ私たちの母艦があるここに来るだろうね。となると今のうちから逃げ始めておかないとな。見つかりましたね。だけど周囲に隠れられるような場所は全くないので味方がいる前方に逃げようと思うよ。近い平原の戦いで李牧軍に迫られた王仙軍本陣と同じ立ち回りだね。例え話するなら誰でもわかる内容にしろ。そして追いかけてきている潜水艦が浮上してくるまでカット。浮上さえしてくればこっちのものだな。母艦に迫られているけど逆に自動艦砲なんかが作用してどんどん攻撃しています。船体の小さい相手だから命中するかわからないけどついでに爆弾も投下。無事命中したようだぞ。同じ目標を連続で攻撃するなら航空機はちょっと攻撃しにくいですね。ホバリングできないからな。ということで集中的に攻撃するために操作をヘリに切り替えます。今回のヘリは対空性能も高いけど対艦性能もそれなりにあるので十分攻撃できるね。体力の少ない潜水艦に対しては十分な火力だな。敵は酸素切れなのか全く戻
潜る気配がありません。こっちとしてはかなり好都合だな。特に向こうがどんどん母艦に迫ってくれてるから自動艦砲のダメージをいい数字出てますね。こうなればあとは私たちの母艦の体力が持つかどうかの話だな。その辺は大東亜共栄圏編成なので全く問題ないですね。霊夢が言ってる問題ないの根拠は多分精神論。最後のあがきで目標は着を使ったけどそれも虚しくミサイルが命中して撃沈。タイプ96を撃沈したことにより勝利しました。ナイス勝利。ちなみに戦績はこんな感じです。結構いいスコア出たな。それでは2戦目やっていきましょう。ということでやっていきましょう。2戦目まずは試合開始したので戦闘機を発艦して索敵します。そして索敵している間に今回の編成紹介。改めまして今回使っていく艦艇は日本の航空機搭載型強襲護衛艦随格です。何その欲張りセット。そしてその大東亜共栄圏編成だね。なかなかロマンのある編成だな。まずミサイルは日本の極超音速ミサイル30式でいきます。今回は中国の対戦ミサイルにしなかったんだな。本当は対戦ミサイルにしたかったんだけど編成するときに対戦ミサイルの存在をすっかり忘れてました。動画撮り直せ。そして爆撃機はこのゲームの中でも最大火力の爆撃機、中国の H6M でいきます。このチャンネルでは常連の爆撃機だな。弾速の速い核ミサイルを搭載しているからね。フレアが少ない分生存能力は若干低いけどそれをして余るほどの火力があるからね。そして攻撃機は韓国の KF21 瞬間火力が高い攻撃機だな。あとはコスメなんかも人気だよね。全然関係ない話ですね。そして戦闘機は日本の試作機シンシン。ドローンは核ミサイルを搭載していて火力が非常に高い中国の FL71 でいきます。かなり火力の高い航空機編成になったな。そしてヘリは対空性能の高い日本のフェニックス。いざという時は対艦要員にもなってくれる優秀なヘリです。自動艦砲は対空も兼ねて日本の30式。この自動艦砲は対艦用としても十分な性能を発揮してくれるね。前試合では終わりがけにかなり活躍してくれたからな。防空に関しては日本製も韓国製もまだありませんので対空機銃として中国のタイプ2030。対空ミサイルには中国の HHQ でいきます。どちらもかなり性能の高い防空だな。この防空編成だとミサイルと航空機両方に対して有効なバランスの取れた防空となります。ということで今回の編成はこんな感じ。何かご意見がある人は次の選挙でその意見に近い人に投票してください。モダンウォーシップスの編成に関して言及して出馬する人いねえから。試合はすでに結構進んでて敵艦を2隻撃沈しているね。しかしこちらも爆撃機を1機失ってるぞ。その辺に関しては車両保険に入ってるので大丈夫です。爆撃機の車両保険ってなんだよ。そして予備機の出撃準備が整ったのでもう一度攻撃を仕掛けます。今狙っているのはアメリカの強襲空母エンタープライズだな。あの船の弱点は防空だから遠距離だけどミサイルを発射。特に核ミサイルは弾速があるので命中しているだろうね。爆撃機での攻撃が終わったので他の航空機を見て回ってますがどの機体もすでにボロボロで帰還させる必要があるな。となるとまだピンピンしている爆撃機を操作するしかないね。ちょうど浮上している潜水艦を発見したので攻撃開始。攻撃は全て命中してかなりダメージを与えられたが撃沈まではいかなかったな。ギリギリのところで耐えられた感じだね。その後潜水艦は潜水したため攻撃機での攻撃準備をしておりましたが味方のブレランが命中して潜水艦タイプ96を撃沈。この試合も勝利しました。ナイス勝利。ということでどうだったでしょうか。大東亜共栄圏編成の随格、ロマンもあるが強みのある編成だぜ。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。コメントや高評価もお忘れなく、質問やリクエストなんかも受け付けています。TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。